はい、取り下わっす。えーっと、ちょっとあ見てほしいんですけど、よいしょ。えーっとね、ちょっと賢者を買ってね、水泳と採掘、85まで上げられるようになりますね。これで、やっと採掘再開できるね。うん。ニーナの飯ももらえるしね。うん。ただね、いやもう、イエイ全部巡ったんですけど、うん。 ないんすよ。あの、採掘の賢者が。うん。いやー、だなさすぎてね、ほんとに。いやー、だからまあ、ちょっと、うん、まあ、85までしか上げらんないですけど、まあ、とりあえずね、今日は久々に採掘していこうかな。うん、もうほんと何パートぶりだよってぐらい、久々なんですけど、うん、採掘したいですね。うん。でね、最近ね、 あのまあ多分わかんないと思うんですけど勇者とりさの髪の毛伸びちゃったんですよねうんであのあいつそう髪が伸びると同時にハエが飛び出したんですよでねあれなんてこいつハエ飛ばねえんだろうなと思ったんですけど、まあ多分水泳 <laughs> やってるからですね水泳あげてたんでうん まあそこそこ水に潜ってる時間が長かったから、あんまり汚れてないのかなと思って。うん。で、まあ、ハエうざかったんで、まあ久々にね、美容キャラを使って、うん、シャンプーしましたけど、うん。まあでもこいつもそろそろハエ湧くかもしれないな。ちょっと気をつけないとね。結構めんどくさいんだよな。なんかもういちいち湧くのが。うん。よっしゃ、久々にやるぞ。えーっと、鉄の岩石ない鉄の岩石。 俺は鉄の岩石が一番好きなんだ。うん、鉱石しかないな。銅の岩石、鈴の鉱石、カーボンの鉱石、ないじゃん。ふざけんじゃねえや。ああ精霊いるじゃん。精霊叩こうぜ。よし。いやー、久々だな。楽しみだね。よし。行くぞーい。ゴールドマイナーになった。あれ、今まで何だったっけあー、なんか。 あれか、水泳のシップになってたのかなうん。あ、だから水泳も上げられるようになったんでね。うん。まあ、ぼちぼち上げていこうかなとは思ってますけど。いやー、いや久々だなぁ。楽しいね、採掘。いや、まあ、実際動画で見せるのは久々なんですけど、まあ、勇者鳥沢のね、<laughs> あの生命力と持久力を上げるのに掘ってたんで、まあ、実際のとこそんなに、なんか、久々ってわけでもないんですけど、採掘自体がね。うん。 でも、なんか、ちゃんと、鉱石を掘る目的でね、あの、叩いてるの、もう本当に久々なんで、いや、楽しいですね。うん。いや、えー。で、まぁ、あ、ちょっとね、それ、勇者鳥沢の話をしたついでに、もう、なんか、キックいらねえ。食っちゃおう。上がったわ。<laughs> うん。あのー、まぁ、あ、ちょっとね、最近、動画が上がってなかったんですけど、まぁ、あ、多分、勇者鳥沢の方でも言ったと思うんですけど、あのー、 あれ。いや、ちょっと、マジ岩石も、精霊もいねえ。つまんねえから、次行こう。えー、っとね、あれ <laughs>。うん。一本ね、動画ボツにしたんですよ。あのー、うん。なんでね、ちょっとまだ、これと、どっちが先に上がってるかっていうレベルなんだけど、うん。あのー、そう、ちょっと期間空いちゃってますね。 で、その間にちょっとバイオハザードを何本か差し挟んでると思うんですけど、あいやー、すごいっすよ。丸 <laughs> 一、ま、日経って再生数1ですからね。<laughs> <laughs> <laughs> まあね、もうバイオハザード7なんかみんなやり尽くされてるとこあるし、うん、まあね、今更見ないとは思うんですけど、いや、1はねえだろ、さすがに。 やべえな、うん。昔ね、あの、まあツイッターでね、弾丸論破のイラストをあげ,あげたことがあるんですけど、うん、あの、戦場ムクロのイラストを描いてあげたことがあるんですけど、いやー、あの時もね、ファボリッツが、ね、丸1日でゼロとかだったんで、なんだこれみたいなことはあったんですけど、うん、ただなんかピクシブにあげたらめちゃめちゃ めちゃめちゃっていうわけでもないけど、ちょっと伸びたんでね。うん。ああ、まあまあ、見る層が違うのかなっていうのは、ちょっと思いましたけど、やったー、鉄の岩石。嬉しいな。反応遅そ <laughs> 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 う。ああ、まあ。いや、まさかの1でしたね。うん。バイオハザード6の時の方がまだ良かったですね。うん。俺の一人実況は、まあ、伸びない。ね、うん。 まあ、そうそもまあ、マスター・オブ・エピックの動画見てくれてる方はね、別にそ他に興味ないと思うんでね。うん。まあ、いいんじゃないでしょうか。まあでも、ちょっとね、本当になんか、このまま行っちゃうと、マジで、あの、<laughs> あれ、動画、ねあ、本当に4月とか5月でマジで200回行っちゃうとこだったんで <laughs>、まあ、ちょっとバイオハザードやっていこうかなとは思ってますけど、 うん、ですね、そう、ふっとね、思い出してね、なんかフロントミッションやりたいなと思って、うん、思い出したんですよ。うん。なんでね、もしかしたら <laughs>、あの、バイオハザード終わったらやるかもしんないですね、フロントミッション。あんなシミュレーション RPG なんて <laughs>、マジで実況向きじゃないけど、まあ別にね、なんか、 あのー、伸ばそうと思ってやってることもそんなにないんでね、うん、だからまあ正直、まあ、視聴回数1回ってことでネタにはしてますけど、別にそれはそれでいいかなっていう、まあ俺が楽しいか楽しくないかなんでうん、まあ、バイオハザード7は、まあ、ちょっとやめたい <laughs> くらい怖いですけど、まあまあ、あの私、とりあえずやり始めたんでね、最後まではやるとは思いますけど、うん。で、フロントミッションはね、うん。 まあ、マジで実況向きじゃないと思うんですけど、まあ、俺がやりたいから、多分、やりますね。終わったらね。うん。まあ、他にやりたいゲームが出てきたら、また話は別なんだかもしんないけど。うん、とりあえずね、今年はなんか、バイオハザード RE4 が出るみたいなんで、まあ、それはやろうかなって思ってるんですよね。うん。ただまあ、別に、発売、当日からやる必要はあるかどうか、ちょっと疑問ですね。あの、なんだっけ。ギャンブル。 ギャンブルって実装されてねえよな、まだ。あ,あ、そう、あの、なんだっけ。あ,あ、まあ、方は一回実況を上げてるんでね。まあ、わざわざ歩い方すぐ上げる必要あるかなっていうのは、まあ、思ってはいるんで、まあ、別に、あー、ねえな。くっそ。マジで。鉄の岩石をくれ。鉄の岩石を鉱石でいいや、もう。 うん、まあ別にだからすぐ上げる必要ないかなとは思ってるんでまあとりあえずまあバイオ7終わったらフロントミッションですね <laughs> うんまあ別にホラーゲーム専門でやってるわけじゃないんでねうんまあホラーゲームが一番 <laughs> その編集とかいらないから楽っていうだけの話でやってるだけなんで、ね、うんああもうそれ言っちまったらもうあれですよもう 勇者鳥沢より編集必要ないから楽ですよね。ああ。いや、自然回復、早いな。<laughs> ああ、もうな、なんか、なんか、掘ってても座って休む必要ないな、これ。すげえ。あ、こいつすげえな。こいつすげえキャラだわ。便利。あ、でねそう。ちょっとね、いろいろねスキルを計算してみたんですけど、 うん多分最終的に釣り切りますね、多分。うん、あの、カツカツすぎて戦闘スキルに全然触れなくなっちゃったんで、うん、やっぱりちょっとは振りたいんでね。うんまあ、収穫伐採、採掘の中でどれを切るかって言われたら、まあ、釣りになっちゃうのかなと思うんですけど、釣り楽しいんだけどな。まあ、最悪、釣りは、うん、あの、 料理キャラの方であげてもいいかなとは思ってるんでね。まあ、いいでしょう。切っても。うん。こいつは、あのー、ね、収穫、伐採、採、えー、え採掘か。うん。あげればいいかな。うん。でね、今見たら、 意外とやっぱ自然回復の上がりが遅いんですよね。うん。まあ落下もそんなに上がってないけど。そうだなぁ。そろそろ落下体制とかも。うん。え、いくつ今あ。あれ。いくつまで上がるんだっけ ?80 までいけるから、80まで上げちゃってもいいのかなうん。とは思ってますね。うん。銅の岩石はいらない。銅はさっくり倒せてしまうんで、スキルも上がらないしね。 これ採掘いくつになったの、ね、今80.1全然上がってねえじゃん <laughs> 採掘はなんかもう鉱石の強さ関係ないらしいんでねまあどんどん上がるんでしょう多分うんカーボンかうーんとこれが鉄岩石いいね猿岩石みたいな言い方しちゃったよ えーあ、システム見よう。えー、っと。あー確かに、採掘全然上がってないな。まあ、しょうがねえか。なんか、個人的に、感覚的には収穫の方が上がりやすい気がしてますね。うん。まあ、気のせいかもしんないけど。うーん。で、ね、最近本当にマジで外に出てないんでね。あの、あんまりなんか雑談の値段も出てこないですよね。 うん、まあ、でも、これ撮ってる前日に、ちょっと、筋トレして、うん、あの、まあなんか、一緒によく筋、まあ、筋トレやってるっていうか、その、元々は同人活動してる時に知り合った人たちなんですけど、うん、あの、同人作家のゴリラたちがいるんですけど、うん、 筋トレ大好きなゴリラたちがいて、うん、そこと一緒にね、なんかたまに筋トレ合同トレーニングみたいなのやって、うん、るんですけど、昨日ね、ちょっと小規模でやったんですよね。うん、で、あの昨日っていうかその、うん、これを撮ってる前日ですね。うん、やったんですけど、その後ねあの、まあ、食うのもトレーニングってことでね、食べ飲み放の店に行って <laughs> あ、めちゃめちゃ食ってきたんですけど、 いやー、正直言ってね、<laughs> 翌朝、吐きそうになったね、うん。食べ物の食べ過ぎで、マジで、あのー、うん気持ち悪くなったの。もう生まれて初めてかもしれないね、うん。ってぐらい食いましたね。うんだ酒はそんなに飲んでないんでね。うん、あのんまりまだ、なんか体調が良くないんで、うんまあ、酒はあんまり飲まなかったんですけど、うんいやー、 ったねーあーもうあまりにもねバク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 食ってたもんであのオーダーミスで作っちゃったあの卵焼きをね店員の方があのこれ食えないかなって言って持ってきちゃって <laughs> あー食べられます食べられます全然食べますよっ,って3人で言って、うん、食べましたけどあいや食ったなーいやー本当に食ったもう なんか、なんだろう、あの、ジロ食ったときぐらいパンパンになってたかな。うん、まあそれ以上だろうね。だってジロ食って吐きそうになったことないから、うん、まあ昨日は本当にやばかったっすね。あ <laughs> あ、本当に食いもん食いすぎて具合悪くなるとか、そんなことあんだと思って。うん。 まあ食いん食いすぎて具合悪くなることがあっても、まあ、吐くほどではないんでね。うん。でも、昨日はもう本当に、もう朝、の仕事6時からだったんでね、ちょっと、どうしよう。吐いてから行こうかなって思ったぐらいには、うん、具合悪かったですね。うん。まあ、年もあるんでね、あ油物もやっぱ多いんで、唐揚げとかね、うん。 いろいろ、油もん、あ、ま、あ焼き鳥とかね、油も食ったんで、まあ、それもあるかなとは思うんですけど、うん。それにしてもす、うんやっぱ年なのかな。年を感じますね。あ、まあま、いや、油もんは結構、むか、結構昔、うん、まあ、30、半ばぐらいからちょっときついなって思ってたんですけど、まあ、言うてね、あの、 ジロケ食えるんで、うん、別に、あのー、大丈夫やろうとは思うんですけど、やっぱ唐揚げとか見るとちょっと敬遠しちゃいますね、もう、うん。唐揚げとかポテトフライはちょっと敬遠しますね。まあまあもともとポテトフライそんなに好きじゃないんで、まあ、うん、生まれつきっていうかその子供の頃から別になんか食いたいなって思ったことがあんまりないんで、ね、うん。まあ、 口の水分持ってかれる系は、もう嫌いなんで <laughs>、うん。避けてますけど、鶏の唐揚げはね、もうちょっとマジできついっすね。うん。いやさすがにしんどい。例えばね、それはなんか、魚の、ね、あの、フグの唐揚げとかあるじゃないですか。まあ、そういうのならまだいいのかなと思うんですけど、鶏肉がちょっときついっすね、もう。年齢的にね。<laughs> うん。 あの皆さん、多分、年が近い方、これね、これ見てる方、多分年近い方が多いかなとは思うんですけど、まあ、わかるじゃないですか、もう、うん。もう、そろそろ、唐揚げ、ね、食わない。まあ、なんか、誰かが、飲み会でね、誰かが、あ、ちょっと待って、重量いってるもしかして。大丈夫でした。その飲み会でね、誰かが頼んだのを、 あのー、まあ1個とかねまあ2個2個いけるかな、まあ、1個ぐらいつまむぐらいはしますけどうんだからもう同い年ぐらいのやつらと飲み行ったりしたらうん絶対頼まないですねマジでうんだまだ油淋地の方がちょっとなんか <laughs> うん ねタレとかかかってて食いやすくはなってるんでいいんすけど <laughs> ああ唐揚げ本当に唐揚げはきついなあだからまあ自分で頼むも居酒屋とか行って自分で頼むもんって言ったらもうなんか刺身とかになっちゃいますもんねあ、まあそれのせいでちょっと酒回るの早くなってると思うまあ若干ありますけどうーんまあでもちょっとね本当に 具合悪くなっちゃうんですよね、唐揚げとか食るとね。うん。<laughs> 永遠に落下し続けるレース、これ何どうなってんのこれ。えどうなってんのこれ。うん。たまにこういうことあるよね。こういうところが、まあ、マスター・オブ・エピックかなって思いますけど。うん。<laughs> うん。 カーボンの鉱石と鉄の岩石が交互に湧くってことだよね。交互っていうか、その、まあ、うん、洗濯湧きってことだよね。うん。じゃあ、まあ、カーボンの鉱石を掘ってればその時間石が出ると。鉄のね。うん。いやー、もうちょい、ね、もうスキル伸ばしたら、またね、 ギガス採掘場とか行きたいですね。うん。あの、えー、ギガス行ったのって、あれか。配信か。多分動画では残ってないんでね。あ、やべえ、俺金めっちゃ持ってんじゃん。やべえ。置いてこないと。そう、だからさっきね、イエイジ巡ってね、うん、アイテム探してたんでね。うん。あの、さ、さ、えー、賢者、賢者。<laughs> うん。なんで、うん、ちょっとお金持ったまま来ちゃいましたね、うっかり。うん。 ちょっと今仕事前なんでね動画撮るかどうかちょっと悩んでたんですけどまあ一本ぐらい撮っとくかと思ってうん明日ちょっと <laughs> ね休みとはいえ夜勤明けなんで、ね、マジでちょっとやる気力ないかもしれない撮る気力なくなっちゃうかもしれないんでまあ、今のうちに撮っとくかなと思ってうん撮ってますけどうんちょっと慌てて撮りすぎたな、うん、話何話すかもまとまらないうちに話してたからもういろんな話してましたけどうん まあ、とりあえず、あまあ、もう20分行くから、もうこんなもんでいいかな、うん。というより、仕事の準備しないといけないんで、うん、まあ、こんなもんにしときますね。うん、じゃあ、そんな感じで今日は、なんかオチもなく、取り留めのない話ばっかしましたけど、うん。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。次回もお願いします。